日本には、公営テクモゲームスのゲームソフト。2020年3月12日にプレイステーション4で発売された。時は1555年、徳川家康により天下統一がなされるいくらか前の時代。人と妖怪の間に生まれた主人公は、美濃の国で暮らしながら妖怪退治や傭兵に明け暮れていた。ある日、主人公は凶暴な妖怪を打ち果たすも、 その過程で、自身の妖怪としての力も暴走してしまう。そこへ駆けつけ、主人公の暴走を止めたのは、霊石を売り歩く商人、東吉郎。二人が、戦国時代を二王のごとく駆け上がる、秀吉の物語の幕開けであった。二人は、美濃の有力武将からの依頼を受け負う形で、霊石集めに励んでいたが、霊石を狙う者の襲撃に遭う。 追ってより逃れる道中で、妖怪を目の敵にする、謎の女、無名を仲間に引き入れ、終わりへと落ち伸びた彼らは、織田信長の家臣に取り立てられる。桶狭間の戦い、砂又城の賢城といった場で、妖怪の力や霊石による軍勢の強化によって、手柄を上げ、さらに、蜂須賀古録などの仲間を増やした二人は、織田屋中で次第に重きをなしていった。 順調に見えた二人の行く末だったが、その背後には、霊石のもたらす、大きな影が忍び寄っていた、牛若千紀平安家内間伝大所の侍士。ありがとうございます。